ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、アキです。何をするのかに？ボールチャンネルさんがおすすめしてたので。神戦車、その2、対空空っぽコレクション。トイズキャビンさんのパワーアップ自信作。改造されたカニ。だそうです。2022年の第1弾から、ふつふつと盛り上がっていたカニ戦車の続編です。今回は空っぽをモデルに、23ミリ対空兵器を装備。第1弾よりも可動域も広がり、カニ特有の防御体制も再現可能。とのことです。ヤシの実に似ているよ。原型製作はイワシ金属化さん。ラインナップは同一原型、4カラーバリエーションです。かなり良い仕上がりですね。造形は申し分なく。イワシ金属化さんオリジナルの特徴をうまく再現したコンテンツです。足の付け根はボールジョイントなので、そこそこ稼働します。橋脚も動くよ。アクションフィグアのようにグリグリやると破損しますのでご注意ください。作りが繊細だお。例によってシークレットは、30分の1アソートなんですかね。うぶ主はゲットしてないですが。ゲットしろよ。これってシルバーとそうしてあるだけなんでしょうか。それだと作者へのリスペクトがないというか。金属材質で表現しないと、塗装するのでは本末転倒ではないでしょうか。ガチャだからいいんだよ。シークレットは、スタンクラブのメタルなにぼしみたいな高級感が欲しかったです。あるいはせめてメッキ塗装にしていただくか、メタルなサワガニとかなら、なお良かったんですけどね。ちなみにメタルなにぼし、当時どこにも売ってなくてゲットできなかったんですけど、再販してくれないでしょうか。スタンクラブさんよろしく。高額なガレキレジンはなかなか手が出ないので、ガチャ版は嬉しいです。こうなるともういくつ加えたくなりますね。改造したら、神戦車シリーズのストームカラッパを再現できます。やれよ。というか、これはもう第3弾、第4弾に期待したいです。金属作品は、実物から型取りしているので、おそらくこちらもボディは本物の紙を有用しているのだと思います。個体差の個性を活かしているのだそうです。本物なので、クオリティは紙そのものです。確かに。実物の紙に、武器を付加しているとすると、そのデザインのバランスのセンスが、優れていると言いますか、優れたデッサン力がないと、できない技っすね。マーケットで言えば、リアルな紙フィギュアだけ作っても、市場では大手メーカーにマウント取られちゃいますからね。ベンチャーの立場でヒットコンテンツを狙うとしたら、クリエイティブと、リアル、が良いのではないでしょうか。そういう意味でこのコンテンツは、ミリタリー好きにも、生き物好きにもアピールするので、賢い戦略だと思います。トイズキャビンさんグッジョブ。そしてクリエイターさんの活躍する場所が増えていくところが、素晴らしいですよね。ところでイワシ金属化さんって、女性なんですかね。ユニットで活動されているのかもしれませんが、女性の作品と思ってみると、妙に繊細に見えてくるんですが、偏見だお。間違っていたら、ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。